2000XX 年、害虫たちは全ての駆除剤を克服していた。彼らの繁殖を妨げるものはもはや何もなく、彼らは人類にとって大災厄となった。だが、その事態を重く見た日本企業マーズ製薬が、従来の駆除剤に代わる超小型害虫駆除ロボットの開発に成功。身長 11.5 センチのメイドロボット、一撃殺虫ホイホイさん、税抜き 29,800 円を発売した。無表情だし。毎度おおきに。うち京都にある薬局で働いとる出羽きみこって言い張ります。実はうちホイホイさんが大の苦手やねん。えらい数の虫と戦って戻ってきよった時のあの姿見てしもって。いらっしゃいませ。それ以来ホイホイさん関係こうてくお客さんが来はりますと、縁がと鍵閉めたってついつい心の中で唱えてしまうねん。こんな店員あかんやろか。矢崎君、次の会議で提案しようと思う企画があるんだが。ジェットエンジンですか、部長。うははは、夢だよ夢。ジェットでシュパーってね。設計士が出した計算によると、飛行パーツの全長が90センチを超えることが判明し、古屋敷部長の企画は却下された。抜群の機動性で縦横無尽に移動、音声認識によりあなたの指令に従う。タフな彼女の名は殲滅指令コンバットさん。お求めは薬局で。コンバットさん、いや俺はホイホイさん一筋で行く。いらないいらない。あんな戦闘服より全然似合ってるよ。ええかコンバットさん、もうゴキブリなんかと戦わんでもええやからね。さあイエスさあ、ほなおやすみ。おはようございます隊長殿。昨夜の戦況報告を申し上げます。コンバットさんは指示が理解できなくても返事を返してしまいますが、故障ではありません。コンバットさんの仕様です。